Experience starts here. ANA, World Air Current. J-WAVE ANA World Air Current ポッドキャスティング、今回は3月4日放送、ロボットクリエイターの高橋智貴さんに伺ったロサンゼルスのお話です。高橋さんはロボットに興味を持たれたってのは一体いつ頃、どんな形なんですか？そうですね、物心ついた時には家にあった鉄腕アトムの漫画本を読みふけておりまして、まあ、なので幼稚園だったり小学校低学年の頃の夢はロボットを作る科学者になりたいと。すごいな、明確なのね。今おいくつですか？今41で、もうすぐ42です、ね、になる。じゃあ僕よりは一世代下ってことだな。やっぱりアトムが大きかったですか？まあなんか本当に意識しないで読んでいたので、気がついたらアトムが、まあ、アトムがヒーローというよりもなんかアトムのロボットが作られているシーンに憧れました。でその後少年時代っていうのは割とそういうことを妄想する感じだったんですか？いや実はそうでもなくて、そんなことはすっかり忘れて、野球してサッカーしてクワガタ取りに行って魚釣りして、ラジコンだったりプラモデルだったりを作って、その時々に流行った遊びをみんなと一緒にしてましたね。東京ですか？いや、私生まれは京都で育ちは滋賀県。そうなんですか、はい、滋賀は大津です。あ、はい、そうですか、うん、僕もあの母が京都っていうか、あの滋賀との県境大原だったので、はい、あ、そうなんですか。で東京に出てこられるんですか？じゃあ大学で出てこられる？いや、もうあの大学も京都か。はい、京都で兄弟か、はい、で卒業してそのまま自分の会社を始めて、その後もずっと京大の中に事務所を置いていたんですが、7年前ぐらいですかね、はい、東京に出てきまして、東大の先端研というところに声をかけてもらいまして、うん、まあ、そこで自分の研究室を持つということでその時に引っ越してきました。なるほど。大学では理系ではなく文系だったんですって、はい、あ、実はね、私2度大学行ってまして、うん、最初立命館高校から立命館大学の文系の学部に進学しました。で、就職活動に失敗して、いや本当にやりたかったのはやっぱりエンジニアリングだなと思って、はあ、そこから1年間予備校に河合塾に通って、でセンター試験を受けて京大の工学部に入り直しました。すごい人生だね。まあそうですね、そこら辺からだん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 もうレールから外れて、そうだね、その頃からはこの道を極めた。そうですね、あの、うん、その時にもう完全にロボットの道に。なるほど。ロボットと一言で言ってもいろんな形もそうですし役割もいろいろあるじゃないですか、はい、でもその中で高橋さんが今やられてるような人の形をしたロボットでコミュニケートしていくっていうのは、その発想っていうのはその頃からお持ちだったんですか？そうですね、もともとロボットといえば鉄腕アトムだったので、うん、まあそれ以外何も考えてなかったというか、なので完全に趣味としてロボットを作り始めて、最初に作った大学生の時に最初に作ったロボットは、うん、ガンプラというやつを買ってきて、ガンダムのプラモデルを買ってきて中にメカを押し込んでリモコンで歩くようなものを作りましたね。でそこからいろいろ発想していって、はい、まあ、今のロボホンだとか、はい、ロビだとかにつながっていくということですね、はい、そうですね、はい、いや、うちの息子なんか今10歳なんですけど、はい、今日高橋さんにお会いするんだなんつったら興奮するんですよね。ああ、そうですか。あのね、今そのロボットクリエイターという肩書きなんですけども、ね、今本当に小学生ぐらいでロボットクリエイターになりたいってお子さんたくさんいらっしゃって僕が勝手に始めた仕事でしてですね。そうだね。その当時はそれこそ女子学生に笑われてたんですけど、ね、今となってはだんだん市民権を得てきまして、今あれですね、人生ゲームの中にロボットクリエイターという職業が今年から追加されたんですもう高橋さんのおかげだね。LA、 これいつ頃どんなきっかけで行かれたんですか？立命館大学の時に1年間休学して留学をしようと思ってですね、うん、まあ、一箇所でみっちり勉強するというよりはフラフラと転々としようと、うんうん、オーストラリアとニューヨークとロサンゼルスに3ヶ月ずつ行って、まあ、その間になぜか北海道にも1ヶ月ぐらいいたんですけどその後はもう就職してあとは定年まで働くぐらいのつもりでいたので、はい、まあ、結局全くそうならなかったわけですけど、はい、まあ、最後にロサンゼルスに行きまして、うん、まあ、レンタカーを借りっぱにしまして西海岸うろうろと。西海岸は特に車がないと動けないですよね。ですよね。あのアンケートに車をね、はい、あの漢字の車じゃなくて、はい、カタカナで車って書いていただいてたんですけど、はいはいはい、このなんかニュアンスは何かあるんですか？
車好きとか大体このカタカナで書いてますよね。所ジョージさんの中で絶対カタカナで車って書いてる、そうだ、ね、そのイメージがありますよ ね、 そうですね。車道楽の車なんでしょうね、うん、でもなんか向こうでいわゆる車文化みたいなものを見て、そうですね、うん、僕が今作ってるロボットやっぱり新しい分野なので、うん、他の工業製品からまあ勉強してるっていうのありますね。そうだね、それこそもう楽器作りみたいなものから、はい、携帯電話だったり、はい、そういう他のデザイン作り方、うん、材料全て参考にしてまして、まあ、中でも自動車にはかなり影響を受けましたね、うん、やっぱりねその世界のデザイナーが集まるトップの工業製品なわけですよね、うん、デザインもそうだしこだわりだったり、うん、仕上げの綺麗さ面がこう綺麗に平滑に出てね、はい、その映り込みが歪まないようになっていたりとか、はい、パネル同士の隙間がピチッと合うようになってたりとか、うん、まあ、そういうものづくりとしても非常に興味があって、はい、いわゆるこう昔のね、はい、古い車をモディファイする会社、はいはいはい、ボイド・カディントンというひげのおじさんがいてですね、はい、うん、昔ディスカバリーチャンネルかなんかで、はいはい、バイクをカスタムするのとか、うん、リアリティショー的なものがありまして、うんうん、まあ、その中の一つにもボイド社のカスタムカー作りっていうのはあったんですけども、古いキャデラックみたいな車をそのままレストアするんじゃなくて現代のエンジンミッションを積んで、しかもそのデザイン的にも現在の解釈でカスタムしていって、古いベースとまあ新しい要素が合わさってかっこいい車が出来上がるんですね、はい、うん、でまあ非常に憧れていまして、彼に会いに行った、行きました、はあ、で1回目行った時はまあいらっしゃらなくて、うん、というのがまあその留学中の話ですね、はい、で実はそれから10年経って今度は仕事でロサンゼルスに行きまして、うん、でその時に訪ねてみたらいらっしゃって、でお話しすることができて、はい、とてもとても幸せだったんですが、まあ、それから何ヶ月か後にそのボイド・カディントンさん亡くなられてしまいまして、うん、あのなんとお会いできてよかったなと、うん、ボイドさんの覚えてらっしゃることってありますか？いやもう舞い上がっていたのでまあそれよりももう作品です ね、 ね、ボイドさんが作られたカスタムカーのすごく有機的な美しさと機械としての無機的なクールさが共存してて、言葉で伝えきれないですけどなんかたまんないんですよ、ね、なるほどね。でもそれって高橋さんのロボットにそのまま当てはまる言葉だもんね。そう言われてみるとそうかもしれないですね。無機的にしすぎると、例えばそのアップル製品みたいなデザインって確かに美しいんだけれども、うん、なんていうか綺麗すぎて印象に残らないとか、はい、キャラクター性がないっていうことがあって、うん、一方でいわゆるゆるキャラみたいなものってのはなんかその親しみやすいんだけど工業デザイン的な要素はないくって、あまり家に置いときたくないようなタイプのものなんちゃうので、そこの両方の要素を程よくバランスよくバランスですね備えたようなロボットを作りたいとは思ってますね。ああ、でもその原点の一つにカタカナの車があるのっていうのはすごく腑に落ちるというか、機能としての美しさ、そして鑑賞するためのデザインとしての美しさ、そうですね、まあ、それに加えてやはりその仕上げの完璧さですね、うん、いわゆる一般の人が思っているカスタムカーってやっぱりね、こう素人がパテを持ってベコベコに作った感じで元より悪くなってるような、そんな印象を受けがちなんですけども、ボイドさんのカスタムカーなんかについてはですね、工場のラインで作るよりも一流のデザイナーがデザインをして職人さんがまあ丁寧に作り込んでいくと、結果的に市販車よりも美しいものができるということで、私は基本的にロボットを手で作っていくので、手で作っていてもそのメーカーが作ったものと同等かそれ以上に美しく作りたいとは常に思ってますね。大学の時に行かれたロス、その後っていうのは何度も行かれてますか？多分 2,3 回は行ってます、はい、一つは商談のために行きましたね。マテルって、まあ世界で一番大きなおもちゃのメーカーがありまして、うん、そこの偉いさんに呼ばれて行きまして、うん、で、まあ、彼らが言うにはですね、バービー人形をロボットにできないかって言ってきてですね、でバービー人形って8頭身でウエストが細くて足首も細くって、なんていうかこうどこにも部品なんて入るスペースがないんですね。これはそんなの何の部品も入んないし無理だよと、まあ、せっかく行ったのに断って帰ってきちゃったんですけど、うん、まあ、その後実は、まあ、そういう技術的な課題なんだったら何とか作ってみようということで、まあ、バービー人形ほどスタイルは良くないですけど女性型のロボットを自分で1年かけて作ってみましたね。やっぱそういうアイデアが一つねゲットできるだけでも、そうです ね、まあ、なんでその男性型のマッチョなロボットしかないんだろうかというと、実はそういう理由だったんですね。部品入れていくとどうしてもこう気膨れていってしまうというあ、それはそうだね。でもこれは将来的には変わってくるってことだよ ね、そうですね、まあ、頑張れば細身のものも作れてはいけますが、まあ、ハードルが高いのは確かですね。そうですか。ロスに行って、うん、ここは行くと面白いよみたいなプレスありますか？
そうですね、まあ一つは海岸沿いを走ると気持ちいいですよね、うん、いいね。あと僕はあのアメリカ的なホームセンターが好き。あーでっかいやつ。そうです、ね、やたらでかいじゃないだよもうね。ですよね。ホームデポっていうねとこはね、デポ、はい、ホームデポはねすごいですね。なんかね、こうドアとかねバスタブとかねそうね、もうスケール感が違うよね。それどう買って帰るんだろうみたいなものがたくさんあるあそこでね一通り買い揃えると家が一軒、うん、絶対建つでしょうね。でもそれにねピックアップトラックで乗り付けて、うん、本当にその便器とか風呂とかを積んで帰ってく親父がいるわけですよ、うん、ね。あなんか面白いなと思って、うん、アメリカのちょっと田舎なところのそういうせっせと自分でそういう結構そのヘビーな作業をしてしまう親父たちの生き方って楽しそうでいいですよね。そうですよね。自分で車も直しちゃって、ね、うん、家建てて小屋建てて、やっぱり東京に住んでるとあ壊れた捨てて次の買いに行こうってなっちゃうじゃない、何かいろんなものでも、うん、なんかその辺の感覚ってやっぱり随分違うなと思うな。そうですね、うん、いや結局ね物が安くなってしまって分解しにくいものが増えてきて、で自分たちが忙しくなって、そうするとね、うん、買い替えしちまった方が早いってなりがちですよね。安いしね、うん、で修理してたらその分時間とお金もかかって同じだけになっちゃったらって話になってね。でも何か心のっていうか例えば子供たちに伝えていくとすれば、うん、修理した方がいい、なんかね伝わるよ、うん、そうです ね。いやなので僕は家で壊れた何か、うん、とりあえずまず直そうと思っていて、うん、分解してみると安いものは安いものなりにいろんな工夫があるんですよ分かる分かる、すごく発見があってあこんな構造になってるんだみたいなのって結構たくさんありますね、うん。この間なんかネットに上がってた写真なんですけども、馬のおもちゃを分解したら尻尾がありますよね、はい、あれが売れ残った女の子の人形の髪の毛なんですね。女の子の頭が丸ごと入ってる馬のお尻の部分、お尻の部分に、そこにポニーテール、まさにポニーテールで馬からその尻尾が入ってるっていう、女の子のポニーテールがポニーテールになったんだ。そうなんです、面白い。だから分解するとそんなサプライズもあったりする本当だね。ロスの話だと思いますけど、高橋さんの中でのロサンゼルスっていったらどういう街なんですか。まあ、天気が良くて道が広くて、そしてなんていうんですかね、おおらかさ、自由さですよね。なんか良くも悪くもね、そのアメリカンな感じですよね、うん、いい加減で陽気な感じですよね、うん、そこがいいとこだよね。ロボホン、これロボホンですと、一応こんなポケットに入りますというのが売りでした。うわーロボホン出てきたよ。マナーモードにしてたんですが、やっと喋れるようになった。立ち上がって。わかった、立ち上がるね。感動的だね。自己紹介して。自己紹介するね。僕ロボホン、こう見えて電話なんだ電話やメールもできるし、写真を撮ってプロジェクターで写せるよ。基本的にもう完全にスマホに手足頭が生えたような状態、背面にも液晶のパネルもついてまして、うん、もうスマホでできることはほぼ何でもできちゃいますと。で何しようかな。動画検索して。わかった、検索したい言葉を言ってね。情熱大陸情熱大陸だね。はい、プロジェクターの準備中だよ、ちょっと待ってね。今これはプロジェクターの安全ロックを外すために。僕の正面に来てこっち向いてね。持ち主であることを確認してる。写していい。写していいよ。 OK。 あ、僕のショーだ。壁に映すこともできたりする。なるほどね。オフィシャルで上がってるものだといいんですが。オフィシャルだと思います。あ、そうですか。なるほど。声は要するに今高橋さんの声を認識することポになってるんでしょ、この子は。あ、ね、別に。あ、そういうことでもないんだ。はい、誰でもし。ここにスピーカーがついてるの。
あとね、スピーカーは今、胸のあたりに付いてます。意外と音もちっちゃい割にはいい音が流れるようになってますね。で、電話としても使えます、はい、でメールも送れます。メールが面白いので少しだけやってみていいですか。メールこう打つの、はい、声でできます。あ、声か。メール送って。了解。誰に送るの。高橋さん。了解。高橋さんだね。送りたいメッセージを言ってね。終わったら入力終わりって言ってね。今日はちょっと寒いね。夜は飲み会だ。来週のボーリング大会も頑張ろう。じゃあね。入力終わり。高橋さんに今日はちょっと寒いね。夜は飲み会だ。来週のボーリング大会も頑張ろう。じゃあね。って送っていい？いいよ。ということで、この文字に対して意味に基づいた動作をつけるので、今ボーリングの時ボーリングしてたもんな、はい、全部なので来たメールに対してもそういうふうにこう動作付きに出てくるので、そうするとまあ一番いい使い道は謝罪とかで遅刻してごめんみたいなのをこいつがペコペコしてくれると許してもらえる確率申し訳ないとやってくれるわけだ、はい、かわいいね。今これはもうアプリがどんどん増えていて、もうすでにこれ僕が使ってる中で僕の名前とか顔とか声とか誕生日とかもう好きな食べ物から好きな芸能人まで知ってるので、それに合わせて例えばレストランを探してくれたりとか、うん、タクシーを呼んでくれたりとか、うん、もうそういうことができます、うん、っていうか機能もさることだから遊び心っていうか可愛いよね。まあなんていうか、あの目玉親父とか、なんだろう、魔女の宅急便のジジとかね、ピノキオに出てくるコオロギくんとか、ああいうこうちっちゃい物知りなやつが主人公を助けてくれるみたいな、そんな存在になってほしいなと思ってるんですが。なるほどな。旅のお供にも最高にいいと思っていて、よくアヒルちゃんの人形を持って世界各国行って写真撮ってくる人がいますけども、まあ結局一人旅だとなんだか気楽な反面、観光スポットに着いた時になんかある種の寂しさがあって、なのでそういうアヒルちゃんの人形を連れて行ったり、まあ、それを SNS にアップしたりするわけなんですけど、まあ、ロボホンを連れて行けば景色を見て綺麗だね、そうだねと言ってくれるだけでもいいかもしれないし、これ写真も撮れるので、写真を撮っていつどこで撮った何の写真だということを、まあ、後からプロジェクターで写しながらコメントしてくれるんで、遊ぶっていうか、 だから一緒にいる感覚になればいいんだよね、要するに。そうですね、ずっといることによってだんだん、まあそのユーザーの情報を蓄えていって、よりまあ気の利いたことを言ったり細やかなサービスを返してくれたり、まあ、そうなってほしいと思いますね。今流れている ANA カードの CM にご出演されてますけど、はい、これドキュメンタリーの形でお話しされてる様子が使われてます、はい、その中でね、コミュニケーションロボットの登場によって人と機械の関係が変わると、僕も本当にそう思うんですけど、見てるとなんかその使うとか人間が何かの用途のためにっていうのをちょっと超えた感覚ですよね。そうですね、結局いろんな工業製品が性能を上げて機能を増やしてコストを下げてっていうことで進化をしてきたんですけども、はい、そういうものって大体できてしまってなんかその先もっとこう感情だったり愛着だったり、なんかそういうところの先に、まあ、新しいサービスだったり、ね、こういう製品のあり方が開拓していけるんじゃないかなと思いまして、でこういうコミュニケーションロボットの登場によって今までリモコンでボタン操作していた機械と人間の関係がもっとカジュアルに喋りかけて、でその信頼が生まれて、うん、愛着が生まれて、まあ、そう変わっていってほしいなと思ってます。そうですね、うちの娘今17歳なんですけど、はい、普通にお店の検索とかはもうシリですもんね、はいはい、何でもかんでも。そうですね、音声認識やっぱり使えるようになってきて、うん、まあ、ただ残念ながらスマホはすごく性能が上がったのに愛着まで持てないんですよ ね。例えばね、ディズニーランドだったりとか恋愛ゲームだったりとか、あとまあ工業製品でいうと例えばフェラーリとかっていうのは、なんかそういうお客さんの感情をうまく引き出して、まあ、それによって面白いビジネスをされてますよね。なんかそういう要素がロボットにはうまく入れていけるんじゃないかなと。まさしくその通りだと思う。コミュニケーションロボット、こういう子がいれば楽しいもんね。そうですね、まあ、そうすると普通の人が普通の暮らしの中で、うん、特にそのテクノロジーを意識しないで、うん、まあ、新しいよりきめ細かなサービスが受けられて結果的に豊かになっていく、まあ、そういう時代が迎えられるんじゃないかなと思いますね。
みんなが一人一人がこういうのをふっと持つ時代が来ると思いますか。はい、うん、それを目指してます。それをまあ5年以内には一人一台ポケットに入れてロボットを持ち歩くとすごいな。まさにこの今のスマホに取って代わりたいと思いますね。なるほど。具体的にこれからこうしていきたいっていうのは何か。まあ、まずはロボ本自体がまだ完成しているわけではなくて、ひたすらこのアップデートを今でも続けています。新しいコンテンツがどんどん入っていて、なのでそういうね、いわゆるキラーコンテンツ的なものをいくつか入れて、ロボ本を当たり前に皆さんが暮らしの中に使っている、そういうライフスタイル自体を作りたいなと思ってます。また同時に何かまた違うタイプのロボットも作ってみたいなと思っていて、そんなアイデアがあるので、またそろそろトンカンやりながら作り始めたいなと思ってます。これ最後にですね、はい、まあ、皆さんに伺ってるんですが、はい、高橋さんにとっての旅ってのは一体何ですか。そうですね、実は何も用意をしてこなかったんですが、うん、まあ、多分やっぱりそのインスピレーション、うん、刺激を受けるために、そしてそれが次のそのクリエイティブな活動につながってるんだと思います、うん。実は僕は面倒くさがり屋でデブ症な一面もありまして、うん、でもまあそんな時にやっぱり新しい、ね、そのインスピレーション、新しい刺激を求めて旅に出る、まあ、面倒くさいなと思う自分がいる一方で、それを求めてよしってかけようと思って、まあ、と言いつつもあれなんですけど、だいたい前夜に本当に出発の1時間前とかに荷物を詰めてなんか早くからやりだすとなんか面倒くさい方が先に立っちゃうんで、直前に荷物を詰めてそれで出かけますね、うん。でまあ、実際ね、旅に行くとやっぱり研究室にこもっていたのでは得られない刺激がたくさんあるわけで、それがまた次のものづくりにつながってますね、うん。 ANA World Air Current